佐藤飛鳥のネクストトゥモロー。はい、皆様、第58回目を迎えましたネクストトゥモローです。佐藤飛鳥です。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週はなんと顔出し放送だったんですけども、皆さん見てくれたでしょうか。まだ全然見てない人とかね、 Twitter の方からね飛んで YouTube の方で見れるので、ぜひ見てくださいね。なかなか、まあ月1ぐらいで顔出しできたらなって実は思ってます。まあそんな感じでですね、私は、まあ先週顔出しをしつつなんですけど、今週はですね、まあ、あのダウンロード楽曲のレコーディングを、進めていて、まだレコーディングしてないんですけど、まあ、5月に出る、歌詞をこうしたためて、レコーディングのためにこうどうやって歌おうかなっていうのを日々考えてる、そんな日常ですね。あの先週の日曜日とかは、まあ、ブースの中にいたんですけども、さあどんな曲を撮ったのかは後々わかると思いますが、今週もじゃあゆっくりお話ししていこうと思うので、最後まで聞いてください。まずはこのコーナーです。アイブ楽曲リクエストコーナー。今週は、この曲です。聞いてください。ことこさんでラメント。ただいま聴いてもらってる曲は、ことこさんでラメントです。この曲をどうして流そうかなと思った理由はですね、先週ですね土曜日に、ナミさんが、作曲家をしているナミさんがですね DJ を回している YouTube ライブが、行われていたんですけど、そこでこの曲流れてたんですよ。実は私この曲持ってなくて初めて聴かせていただいたんですけど、すごい今聞いてて分かるんですけど、ことこさんってこういう歌い方するんだと思ってびっくりしちゃって、なんかいつもとちょっと歌い方違いますよね。そこで、高瀬さんにちょっとレコーディングの時にちょっとお話しして、なんでこの曲って歌い方違うんですかって質問したんですよね。そしたら、高瀬さんはですね、なんかその当時エヴァネッセンスっていうバンドがすごいお好きだったらしくて、なんかいつもと違う歌い方をことこさんにしてほしいってリクエストしたそうなんですよ。それでこういう歌い方になったらしいんですよね。私こういう歌い方もめちゃくちゃ好きと思って、エヴァネッセンスっていうバンドも、聞いてみました。そしたらその方もですね、エイミーさんっていうんですけど、ボーカルの方がかなり歌い方が 曲によって全然違うんですよ。だからすごく面白いなと思いました。ぜひ、皆さんラメント、そしてエヴァネッセンス
聞いてくださいね。よろしくお願いします。以上、アイブ楽曲リクエストコーナーでした。アスカの説明できるかな、イエーイ。これね、毎週違うコーナーやってるんですけど、ちょっと面白そうだなっていうのを、ちょっと考えてみました。はい、説明できるかななんですけど、今週は料理ですね。まあ、6個の項目を用意して、まあ、サイコロを振って出た目の料理を説明していこうかなと思います。30秒で。それで、リスナーさんには何の料理を説明してるのか、ちょっと当ててもらおうかなと思っております。ね、ストップウォッチもせっかく用意したので、じゃあまずはサイコロを振っていきたいと思います。ちょっと100均でサイコロを買い忘れてしまったので、アプリの方で振らせていただきます。よーぽん、あ、はい、それでは、1と出ましたので、これを、スタートしていきたいと思います。ストップウォッチスタート。この料理はまず、じゃがいもの前に豚肉を炒めます。豚肉を炒めて、でじゃがいもも炒めて、あれだ、あれ、あれ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 、あれ、玉ねぎを炒めて、で人参も入れます。で、みりんとか、醤油とか、酒を入れて、砂糖も入れて、グツ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 って煮込んだら完成です。ほかほかです。はい、はい、皆さん答え分かりましたか？玉ねぎっていう単語があんなに出てこないのをびっくりしましたけどね。皆さん分かったと思いますけどね、結構簡単な、問題でしたね。はい、正解はでるん、肉じゃがでした。はい、肉じゃがの作り方今間違えましたね私。まず、肉を炒めて、肉を取り出して玉ねぎをまず炒めます。で、飴色になってきたら、そこに、じゃがいも、人参を入れてちょっと炒めてから、そこにですね、水と、本だし入れてもいいし、だしの素を入れて、で醤油とみりんと、お酒を入れてグツグツ煮込んでから、ちょっと味が染み込んだなと思ったらお肉入れてください。そしたら固くならないので、でグツグツ煮込んだら完成という料理ですね。はい、落ち着いてたらね、こんだけ説明できるんですけどね、玉ねぎが出てこないともう話にならないんですけど、はい、そんな感じで、はい、皆さん楽しんでいただけましたか？あたふたしてる私もちょっとね、はい、ちょっと恥ずかしいんですけども、はい、ぜひね、またこのコーナーまたやっていきたいと思います。以上、アスカの説明できるかなのコーナーでした。はい、佐藤アスカのオンエア楽曲、今週はででん、リーブアローンにしようかな。それではリーブアローン聴いてください。
週も聞いてもらっております、はい、リーバーローなんですけども、なんと今週ですけども重大発表がありましたね。なんとですね、ギガ様の新作閃光のクラリアスの挿入歌を歌うことになりました。嬉しい。はい、PC ゲームでですね Windows のねゲームになってるんですけど、これを機にちょっと私も Windows を一回買おうかなと思って、家に実はあるんですけどね、7なんですよね、8、8-1 かな、できた。ちょっとパソコンわかんなすぎる。はい、なのでちょっと Windows 10を買いたいなとか思いつつ、はい、歌わさせていただくことになりました。なんとオープニング主題歌はですねことこさんが担当していて、もうね、そしてエンディングはレイナちゃんが、歌います。ね、もうなんか私そう本当にね、名前をことこさんとこう並ぶのすごいびっくりしてはぁと思って、はい、私も本当、歌わさせていただいてね、本当そうこうなったのも本当に、皆様のおかげ、競馬屋さんのおかげ、高須さんのおかげ、もうみんなのすねをかじって、はい、生きております。本当に、ね、まあね、調子に乗らないっていうか、まあ、調子に乗る気はないですけどもね、これから、レコーディングとかになってくると思うんですけども、精進していくので皆さん発売をお楽しみにしててくださいね。よろしくお願いします。はい、ねー、まあね、なんかすごい嬉しいことだらけなんですけどもね、まだまだ引きこもり生活は続きますよね。そんな中で、ね、明日につながるキーワード発表します。明日につながるキーワードはででん、エヴァネッセンス。はい、こちらのバンドぜひ聴いてください。私もなんか久しぶりに、あ、かっこいいと思って、2003年から活動してるバンドで、結構逆に知らないのっていう人がめちゃくちゃ多いと思うんですけど、私ね洋楽本当に聴かないんで知らなかったんですよね。なのでちょっと久しぶりに感動してずっと聴いてました。私もこういうなんかね、声を開けたりとか声を分けて歌えるようになったりとか、と、まあ歌唱力ですよね、すごい欲しいなと思って毎日精進していきたいと思っております。それではね、はい、また来週も良い音楽とともに See you next tomorrow。 また来週、佐藤飛鳥でした。バイバイ。